その場しのぎ、なんとかその場だけ取り繕って済ますこと、よくないことだとは思うんですけど、ついついやっちゃいますよね。その場だけ取り繕っても何の解決にもなりませんから。今日もことわざが飛び出す高野家のエトセトラエトセトラ。ウェディス Life is beautiful brought to you by NTT 都市開発。あかり、英語の小テスト、今日答案用紙が返ってきたんでしょ。そうだっけ。とぼけない。ああ、実はね、答案用紙が返ってくるの明日なんだって。なぜ。先生がまだ採点してないって。ゆうべ急にお腹が痛くなっちゃって大変だったらしいよ。あかり、自分で言ってて恥ずかしいと思わない。別に恥ずかしいことなんて何もないけど。それから5分もしないうちに、あかりのカバンから20点の答案用紙が見つかりました。小学生でももう少しマシな言い訳しますよね。お小遣いの値上げの件はこれで一歩後退ね。え、そんなのずるい。何がずるいの。だって英語の小テストの結果がお小遣いの値上げと関係あるなんて知らなかったもん。当然でしょ。テストの点が悪いのにお小遣いが上がるわけありません。知ってたらもっと頑張った。知らなくても頑張りなさい。ひどい。それにあんな子供じみた言い訳までして、臭いものに蓋をしたってすぐにバレるんですからね。臭いものに蓋？何それ。ほら、あの時点で調べたら、臭いものに蓋をする、失敗や悪事などが外部に漏れないように安易で、しかも一時しのぎの手段を取ること。私考えたんだけど。何？たとえ一時しのぎでも臭いものには蓋をした方がいいと思う。どうして。だって臭いでしょ。蓋をしただけじゃ根本的な解決にはならないわよ。けど臭いでしょ。とりあえず蓋をしてそれから考えればいいじゃない。まあ実際あかりはそうしようとしてたけどね。え？とりあえずママに嘘をついてその場をやり過ごし、後でどうするか考えようとしてた。違う？どうにもならないことくらい分かってたよ。だったらなんであんな嘘をついたの。分かんないよ。もう私だって20点ってショックだったんだから。何も泣くことないでしょ。だって今まで英語で20点なんて取ったことある。最低でも30点だったんだよ。そんなに違わない。もう私だってどうしたらいいか分からなくて、気がついてたらつまらない嘘ついてたの。本当にごめんなさい。もういいから、中間テストで挽回したらチャラにしてあげる。え、中間テストの結果が出るまでお小遣いの値上げはなし。やっぱり嘘泣きだったか。パパにはちゃんと話すわよ。それで OK だったら値上げはしてあげる。ただし中間テストでまたこんな点だったらお小遣いは元に戻すからね。うん、分かった。中間テスト頑張る。あ、もしもし。あ、どうもお疲れ様です。え、あれ、いやいやいや、実は今ちょっと体調崩してまして。はい、申し訳ございません。また改めてご連絡させていただきます。はい、はい、失礼します。ママ。どうしよう、すっかり忘れてた。今日二宮さんと会う約束してたの。臭いものに蓋をしただけじゃ根本的な解決にはならないんだよね。うん、これはね、臨機応変っていうのよ。臨機応変、状況に応じた行動を取ること。いや、これも臭いものに蓋か。あかりに偉そうなこと言えないな。反省。ウェディス、Life is beautiful。第93話、その場しのぎ。脚本、石川明。出演、戸田奈穂、三山可憐。音楽、横田明夫。明日の放送もお楽しみに。